NB ロードスター、今回ねマフラー、リアマフラーとね触媒部分ね外していきます。まず触媒部分、フロントパイプとね触媒部分で、ここはね足回りとかね下回りで紹介してね、ちょっとね少し溶接クラックね、ちょっとこの辺、まあ、全体あるかな。まあでもね水が漏れてないので大丈夫ですね。こっち側は大丈夫かな、この辺ちょっとあるかな。こっちはなんか、まあとりあえずね外して、まあこの状態でね、まあ販売しますのでね、最後にね商品紹介します。でまずね、まあ、こいつあったらね楽です。ここにね引っかかるのでね、触媒外すとき楽です。とりあえずねこの17とね14があるのでね、マフラーもね気をつけて、これはね両方17のタイプです。前は17だから後ろ14と17ね。これはね一回も外した形跡がないのでね、多分ねネジもね大丈夫です。これねで CRC ね塗りました。ここはねちょっとね外しにくい、外すところがね押さえるところがないです。なのでこのレバーでね無理くり抜きます。まあ、CRC をね中にたっぷり入れてもらったらね、まあ、簡単にね外れます。で一人である場合ねネジね軽く留めとった方がいいです。でこれがない場合ねでっかいプライヤーでねグッとねつまんでもらったら大丈夫です。ちょっとね外れる手前までねゴムをねやってもらって、最後にね、まあネジ仮止めしてる人は外して、まあこんな感じでね外します。で今ね手こずってたのはね、これをこのままの状態やったらねまたね何回もね入ろうとするのでね、外したらねこんな感じでね上に上げとった方がいいです。
で、ゴムをね、傷めたくない人はね、シリコンスプレーにしてください。次ね、センターパイプ、触媒ですね。外していきます。で、言い忘れてましたよね。マフラーとかね、必ず六角を使ってください。十二角ね。ナットね、舐めます。よし。こんな感じでね、かち込んだりね、滑ったりします。ここ止まってるのでね、もうボルト、これはね、ボルト外しててもいいかと思います。なんか後ろに下げないように、こいつはこいつがあるのでね、持たなくてもね大丈夫です。まあ両手でやってください。じゃあね、外していきます。まずね、ゴム外します。引っ掛けます。で、抜きます。で、今外すときにね、この間を通そうとしたときにね、結構ね、下まで下げなダメだったのでね、ジャッキで上げてる人はもうこいつ外した方がいいです。こいつ外すときはね、こっから CRC ね、ちょっと塗っといてください。まあ、ドライブシャフトがあったらね、特にね外れない感じです。で、この釣りゴムはね、あのマフラーにねつけます。ちょっと商品紹介していきます。で、商品確認ね。やっぱりフランジ部分はね、うっすら軽くね、全体にねちょっとなってるような感じです。あとはね、大丈夫な感じですね。よし、から見ると触媒部分はね、ひび割れとかもないです。で、まあ太鼓はね綺麗です。ただね、中ちょっとね、水がねチャポチャポ言うてるのでね、中のあれはねちょっと確認できないですね。まあ、この継ぎ目もね、しっかりしてます。よいしょ、よいしょ。まあ、これでね、ヤフオクね出品していきます。今回ね、マフラー、センターマフラー、触媒ですね、外していきました。で、注意点はね、やっぱりドライブシャウトが今ない状態で外したんで簡単に見えましたが、ドライブシャウトをね外してたらね、やっぱり後ろのね、あの補強バーですね、あれはね外さないとね外れないと思います。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。